京国高豊は江戸時代前期から中期の大名。佐抜国丸亀藩の第二代藩主。丸亀藩京国家四代。針間達の藩主、京国講和の次男。講和は高豊出生から三年後の万事元年に丸亀藩へ違法となった。漢文二年に父の死により家督を継いだ。漢文四年。 ヒーババツネダカインの所領であった大ーミカモ内の千四百余石を加造され、このうち三千0 0国を儀系高府さえ分置した。漢文十二年、幕府に請願して、大ーの所領とハリーマ国に村を交換し、同地にあり京国市歴代の菩提寺であった大ー清滝寺を復興、付近に散在していた墓を一箇所に集めて整理し三十頭を寄進し、歴代当主の墓を集めて並べ、 人員名を、父の法名に基づき特原因と改めた。この三重塔は現在、滋賀県の指定文化財に指定されている。遠方2年、桜田久安町に上屋敷を建設し、駿河台仮の葉の絵師、田中八兵衛に、法王、牡丹、菊、菊、色山水、吉野達田などを題材にする、華やかな屏風類を制作させた。高豊は絵画に非常に堪能であったといい。 野々村一清にこの屏風絵をそのまま描いた壺を発注した文書が残り、その芸術的才能の片鱗を伺わせる。一清洋と京国家の関わりは高豊に始まるという。遠方4年に丸亀城に移る。上京5年には城下町近くの下金草村に大名庭園を築き万象園と名付ける。京国市の故郷である大海の琵琶湖を模した池を中央に置き、 大見八景を廃した、この庭園は、日本三大海浜庭園の一つに数えられる。この間遠方九年に除任している。元禄七年、江戸からの帰国中に、天然痘を患い、張り間国家小川において四十歳で死去した。あと、伊豆大の高持が継いだ。土アクターダーダでは、友禅と市恩和であると評され、学もあり、家臣の善悪を把握していたとされている。 また、もともとかなりの相撲好きであったがそれを止めたことが記されている。形質の一子との間に四男一女を設け、この内高持が弱子となる。側室の梅子との間には、長女、稲子、次女、弁士を設けた。四男の交通は別の側室の所生で、一万国を分与され、多度つ藩主となる。六角氏里の養子となった男子はすなわち、 佐々木源氏の宗家を継いでいる。また、黒田家が、多度津京国家から養子、黒田治高を迎えるにあたり、一子との縁から選ばれたとされる。ありがとうございます。